みなさんこんにちは。こんにちは。中西家の日常の夏美です。ばあちゃんです。今日はクリスマス。クリスマスということで、うん、おばあちゃんにプレゼントがあります。うわー。それはちょっと見せますね、うん、じゃーん。見て、おばあちゃん、これ何？おばあちゃんに大量に買いました。ゆうたと私からです。うわおばあちゃんが、ありがとう。いるかなって思うのを勝手に選んで持ってきました、うん、あ何かな。見てください、おばあちゃん、たくさん。わ、1個じゃ取ってください。それは何かな。はこれは何だ。メガネ。メガネ、おばあちゃんにと思って買ってみました。ぜひじゃあかけてみてください。うわこれは、うわかっこいい。おばあちゃんめっちゃ似合う。ちょっと面白系のサングラスでおばあちゃん似合うと思って買ってみました。やっぱ似合った。さすが。無駄遣いじゃない。これからたくさん動画に出てくると思います。は？これもこれもメガネだ。わお。おばあちゃんめっちゃ似合う。いや似合うと思って買ったんで、さすがですね。おばあちゃんまだありますよ。まだ、もったいないよ。まだまだあります。なんだこちらもどうぞ。かわいいよ、おばあちゃん。もったいないじゃない。まあもったいなくはないです。これから動画にも出てくると思うので、これ。それで次、こちらは何かな。なんか厳重な箱に入ってる。何？これはメガネじゃなくて、何だったっけな。お、これはね、うん、ブレスレットですね。はい、おばあちゃん。なんかしっかりしてますね、これ。パチッとつけるタイプだ。おー、似合う、似合う。あ、決めた。で、これなんだ？じゃじゃーん。時計です。キラキラの時計買いました。時計とこのおばあちゃんが今つけてるブレスレットはセットです。わかりますか。冷たい、ひんやり。あ似合うと思っておばあちゃんに、おばあちゃん皆さんにこうやって見せてください。こうやって寒い寒い。おじいちゃんどうですか、こう映ってますけど。おばあちゃんこのサングラスも似合うんですよ、見てください。それが嫌い。似合うでしょ。可愛いでしょ。でもこれだから可愛いね。おじいちゃんもしてみてください。おじいちゃんズボンじゃない。じゃあ私これはめよう。手振ってください。似合いますね、私たちが。いいですね。誰も似合うこれ。誰も似合う。おばあちゃんよく薄いなんかパジャマ着てあるので、おばあちゃんにパジャマをと思って上下のパジャマを買ってみました。いいね。テディベア柄の、可愛いでしょ。可愛いね。ね、これいいですよね。中も夏でも冬でも着れそうなぐらい。これいいね。これいいでしょ。いいね。ね。これ乗っかろうか。このパジャマ私も欲しくて買いました。サイズは M サイズですね。これもウエストゴムなので楽に着れます。ぜひおばあちゃん着てくださいよ。はい。おばあちゃんはパジャマとかももう何十年も同じのをずっと着てるので、そう。新しいのをちょっと買ってあげたいなということで2人で話し合って買いました。で、おじいちゃん見てください、この暖かそうなチノパン。あー、これいい、ね、これいいでしょ。おばあちゃんいつも同じパンツやけ。これいい、今寝たらいいよ。寝る用じゃないですこれ、うん、外出用。あとおばあちゃんとっておきのものがあります。これは、うん、大容量のポーチです、うん、印鑑とかペンとか書類とかがいっぱい入るポーチ、ポーチとかバッグでも全部長く使われるので、
もうボロボロになって破けたりとかファスナーがもう使えなくなってるので新しいの買ってみました。おばあちゃんジムをずっとされてあって今も現役 でその書類とかを挟む用のファイルを買ってみました。これを2セットですね。たくさん書類を挟んでください。ありがとう夏美ちゃん。で最後おばあちゃん、はい、おばあちゃんが、うん、もう何十年も同じバッグを使いすぎてファスナーとかが壊れたり取っ手が外れたりしてるので新しい大容量のバッグを買ってきました。ジム用のバッグ、大きい、大きいでしょ。いつでも銀行に行くときに使えるかなと思って。どうでしょうか。旅行とかでいいや同じぐらいのサイズを測ってから買ってみました。中も結構入るのでこれからなんか印鑑入れたりとか書類入れるのにぴったりかなと思って。結構入りますね。大きいね。よかったね。ぜひおばあちゃん使ってください。ね、何？これはなんか肩掛け用の紐。ぜひおばあちゃん使ってほしいです。大きいね。ねえ、デザインも可愛いでしょ。すごいね。ねえ、軽いでしょ？うん、大きいから。大きい。ぜひ。うん。ありがとう。うん。じゃあ最後バイバーイでしますので、またサングラスかけましょうか。実業おばあちゃんこっち。バイバイ。おばあちゃんまだありました、ネックレスが。これはさっきの時計のやつと似てる感じのキラキラ素材のゴールドですね。時計がいいね。いいでしょ。じゃあ持ってこうかね。この長いのと短いのはまた別で買いました。おお似合うね。似合う、この石油を。はい、次はおじいちゃんこれです。今日はシーンで購入したものをおばあちゃんにプレゼントしてみたっていう動画になりました。おばあちゃん、はい、どうでしたか。ありがとうございます。ありがとう。ねえおばあちゃん、おばあちゃんがすっかりギャングスターになってしまいました。ギャングスターこれからもたくさんの動画にこういうアイテムが出てくると思うのでぜひそれを確認しながら見てほしいです。ちょっとちょっと閉まりません。ぜひ皆さんシーンでたくさん購入してみてください。これは案件じゃないんですけど勝手に紹介させてもらいました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあ皆さんバイバイを乗ってよ。バイバイ。おばあちゃん、はい、めちゃくちゃ似合ってます。そう、ズボンとかどうですか。あったかいですか。うん、あったかい。大きいね。ちょっと大きかったですかね、うん、でもゴムやけん苦しくないでしょ、うん、その赤のニットもめっちゃ似合ってますよ。おばあちゃん、おばあちゃんこっち向いてください。あ、似合う。めちゃくちゃ似合ってます。ありがとね。はい、みはい、わかりました。ありがとうございました。ありがとう。イエイ。イエイ。